ユーミ、逃がしませんよ。孫悟の未来のため、あなたはここで撃ちます。今だ、スライド。諸葛亮様より伝令、こちらの撤退路を進んでほしいとのこと。赤兵80人で僕に合わせてみます。ユーミのは神に撤退してください。諸葛亮、すまぬ。どうか無事でいてくれ。ビクソンにばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。伝令、リクソンが赤兵80人を突破。内部は五軍が守りを固めています。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防げたか。悪定城を急ぎ撤退しよう。みんな、よくぞ私を救ってくれた。そして諸葛亮、趙雲、お前たちの勇みを聞かずすまなかった。己の感情に任せて攻めた結果がこの有様だ。劉備殿、この戦で散った甲冑、そして雲長や劉備殿、どうか気を落とされませぬよう。こたびは不覚を取りましたが、次こそは必ず勝てましょう。すでに事前の策は考えてあります。ですからどうか今はゆっくりと。ああ、休ませてもらおう。今まで数多く負けてきたが、こんなことはなかったのだがな。私の目指す天下は遥か。玄徳様、二人が来てくれたわ。ああ、将校殿、すまない。少し眠っていたようだ。諸葛亮、趙雲、私はもうじき兄弟のもとへ行く。劉備殿、弱気になられませんよ。自分の体だ、わかるのだ。二人とも職を頼む。諸葛亮、もしも我が子が理に暗く仁をなせぬなら、職はそなたが。龍禅殿は立派に劉備殿の後を継がれるでしょう。今夢を見ていた。そなただと雲長翼徳と皆でかけた日々の夢だ。私は素晴らしき仲間に囲まれている。ああ、なんとありがたいことか。拙者ら、いつまでも兄者と共に。行こうぜ兄者、陣の寄ってやつめがけて。劉備殿、劉備殿、玄徳様。
夢だったのやもな。皆のおかげで私の人生は満ち足りたものだった。ありがとう、サラバト。我らはこれより亡き劉備殿の志を遂げるべく国を立て直します。劉備殿は関羽殿や張飛殿のために戦を起こしました。しかし我らはあくまでも仁の世のために戦を起こすべきです。呉との争いは以後慎みたいと考えています。呉との関係を修復するということですね。つまり諸葛亮殿の唱えられた天下三分の考えに戻ると。ええ、諸と呉の敵はあくまでも義です。しかし昔の三分の形に戻すのは難しいでしょう。慶州は義と呉の手に落ちました。我らの立場は一層厳しいものとなっています。慶州は国力の劣る諸にとっての切り札、その切り札がなくなった今、私たちはどうやって両国と当たるべきでしょう。やはり力が必要です。慶州を失った分、早急に力を得なければなりません。故に義の領土を奪うべく北伐を決行すべきと存じます。分かった、諸葛亮の言う通りにしよう。だが一つだけ約束してほしい。父上の望んだ仁の世、皆が平穏に暮らせるよう目指してくれ。承知いたしました。龍禅様、義が動き出しました。ご方面から諸に侵攻してきているとのこと。そうか、本来ならば諸葛亮に任せたいのだが、あいにく体調が優れないようだ。私たちだけで迎え撃たねばならないのですね。
敵は周到な策を用意しているようです。諸葛亮殿なしでは。心配はいらないぞ。諸葛亮から策を預かっている。これに従えばきっと大丈夫だろう。諸葛亮殿はすでに事態を見越しておられたのですね。わかりました。では皆にもその旨を伝えます。ああ、私にとっては初めての戦いだ。難しいことは皆に任せよう。龍禅様、諸葛亮殿からの書状、お忘れではありませんよね。ああ、そうか。皆、待ってほしい。諸葛亮から策を預かっているのだ。ここで防御体制を取るのだ。今日こそあの男を手に入れる。邪魔する者に何をするかわからない。オイドの奏でる復讐の旋律、私が支えましょう。守りは我らが受け持とう。何者にも抜かせはせぬぞ。くずっともに激しい旋律を奏でましょう。敵のもとへ向かうのです。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。思いだけが募っていく。
げで聖兵館を防衛できました。龍禅様もきっとお喜びになるでしょう。愛師のため戦い抜く。時代のため今は引きます。敵将討ち取ったり。戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。王兵艦を奪取する。みんな続け。張り切っているな、宗心殿。俺も宗家千里の駒として援護しよう。傭兵艦を取れなかったか。失敗だ、面目ない。天童、地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。そんなバカな油断があったのか。俺はなんと役立たずなのだ。大使のため戦い抜く。の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
で防御体制を取るのだ。まあ、突然のお客様ですか。高校兵への指示で忙しいんですが、急な客人には相応の対応をしなくては。それにしても旦那様は何をしているのかしら。行きますよ。ここは撤退しましょう。投降兵に指示できずとも投降はしません。敵将ストッタリ。旦那様の策に読まれていた。帰ったら文句の一つも言いたいもので。義の奴ら逃げ帰ってしまった。俺たちはどうする。これ以上付き合う義理はねえ。帰るぞ。大王だってきっと許してくれるだろう。廃止のため戦い抜く。諸君などすぐに瓦解しよう。俺が引導を渡してくれる。モータズ殿はそうだ。諸君の勢いは侮れる。そのため自分が援護に回ろう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。自分は総志向。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。
備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここを援軍が通る手はずになってる。邪魔をするならお引き取りいただこうか。そう言われて引くわけなくない？援軍なんか絶対呼ばせないんで。ここを通るというか、増援はどうか。これそれやすい。急ぎ、門に続く門を押さえよう。門の方向ってことは東側の門だよね。頑張って立ちないと。カク殿の元へは行かせないぜ。加藤中堅が相手だ。やられた。カク殿、あとは任せます。ここまでやるとはね。この援軍は諦めるしかなさそうだ。白帝城から魏軍を撃退しましたね。これで五からの援軍を防げます。敵将討ち取ったり、廃止のため戦い抜く。秘伝のご活躍お見事です。やっぱり強い。すごいんですけど。我らが向かう。ふう、指示は皆に行き渡ったようだ。よし、成功したぞ。長雲は頑張り屋だな。
ちの攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。ほう、ここまで来るとはな。劉備を失った職を侮っていた。君の元へは行かせませんわ。みんな、敵の将を止めるのです。無策で出迎えると思ったか。兵器で貴様らを追い返してくれる。私に挑むか。よかろう、かかってくるがいい。失せろ。今だ、食らえるぞ。敵将撃ち取ったり。さすがですね、頼りがいがあるって感じです。諸葛亮の策に翻弄されるとは。この屈辱、決して忘れんぞ。
練り直しだ。敵将討ち取ったり。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。やったわけ。寄せつけない部、お見事です。職を滅ぼす好機を生かせぬとはどこかに慢心があったか。なんとか義を追いかけしたか。諸葛亮の策と皆の奮戦のおかげだ。これからも共に職を守ってほしい。竜禅様、魏の全軍が撤退したとの報が入りました。そうか、皆が一丸となって頑張ってくれたおかげだな。こたびの戦は何としても勝たねばなりませんでした。劉備殿亡き後も職が健在であることを内外に示す意図があったのです。その思惑通りこれで。ああ、頼もしい皆に支えられて私は幸せだ。これからも仁の世のために働いてほしい。義の侵攻はそなたのおかげで無事に食い止められた。次はどうすればいいだろうか。我らは劉備殿、関羽殿、張飛殿を失っても義と真っ向から戦えると示せました。今こそ呉との関係修復を図るべきです。そうか、だが簡単ではなさそうだ。呉は我らと争った相手、私たちの話を聞いてくれるだろうか。聞いていただかなくては我らの描く天下には届かないでしょう。私が呉へ向かいます。直接話せば必ず聞き遂げてもらえましょう。そうか、ならばこたびの件そなたに任せよう。私は何もかもそなたに任せてしまっているな。それが劉備仁の世。よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、
陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに孫悟との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れません。ですがそれでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀官と孫悟の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と蜀とで大国葬儀を打つ、そしてその先は。その時こそこのような席ではなく戦場で雌雄を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため今一度共に戦いましょう。では以前諸葛亮殿がおっしゃっていた北伐を決行されるのでしょうか。いいえ、そのためにはまず皇子の憂いを断つ必要。魏の五方面侵攻、魏軍は撤退しましたが、後方に憂いを残したままでは万全の体制で魏を攻められません。まずは南中を平定するべきでしょう。わかった、そなたの言う通りにしよう。だが平定といっても武力で抑えては義と変わらぬ。難しいとは思うが、どうか仁の志を忘れずにいてほしい。承知いたしました。南中は多くの部族が手を取り合い共存している地域です。彼らを束ねる長孟獲を倒すことが今回の戦の目的となります。しかしただ攻めるだけでは彼らを。え、じゃあと南中の民は敵する相手ではなく共に手を取り合うべき相手。彼らを屈服させずに臣服させるのです。そのためには心を攻めなくてはなりません。心を攻める策、それは一体。
敵の心を攻め、戦う気をそぐのです。我らが勝てない相手だと分かれば、決して一人義と戦うには南中との融和が不可欠。大王孟獲と手を組まねばなりません。大王を振幅させるまで何度でも戦い、蜀の強さを示しましょう。ゾウが傷つく。みんな撤退だ。大使のため戦い抜く。
貴殿のご活躍お見事です。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。ああ、進軍したいのは山々だが毒沼があって前に進めない。南中の兵は毒沼を平気で歩いていますね。指揮官が何か秘密を握っているのでは。南中はわしら家族の庭だ。よそ者がうろうろすんじゃねえ。必ずつまみ出してやるからな。
の要所を叩く。よし、ここで防御体勢を取るのだ。ご活躍。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵の要所を叩く。Get out! Get out! Get out!
容赦しないよ。この女は本気だ。なんとか来てくれ。本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。やれやれ、負けちまったよ。こんな作戦柄じゃなかったね。廃止のため鍛え抜く。秘伝のご活躍お見事です。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。
がとうございます。ご入り用で。またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
兵は手ごわく苦戦しております。どうか奴らを撃退していただけませんか。わしらの土地を荒らす奴は許さねえ。生まれて追い払ってやる。今回はこのぐらいにしておいてやれ。次は絶対に追い払ってやるからな。本当に助かりました。これで投降兵の情報をお伝えできます。奴らの鎧は非常に硬い反面燃えやすい。攻撃に火を用いればたやすく破れそうです。よし、成功したぞ。わしのいねえ間にケネを取ろうってのか。そうはさせねえぞ。もう角殿につくと決めたのだ。王職には戻らぬ。覚悟してもらおう。皇帝はわしらの家族だ。手出しするんじゃねえ。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。申し訳ありませんでした。王職を裏切らないので許してください。大使のため戦い抜く。そうそう、南中の毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力を奪われます。南中には毒を無効化できる忍者もいるとか。お困りの際は探してみてはいかがでしょう。
することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵には毒沼が多数あります。入れば体力を奪われるでしょう。とある忍者が万願家に住んでいます。彼なら毒沼の対処法を知っているかも。もっと欲しければ出し代用に頼むといい。奴の薬なら。よし、成功したぞ。おお、素晴らしいご活躍。気にはさせねえ。賢明は絶対守ってやる。この門閣様に挑もうかねえのか。いつの間にか。ダメだ。どうあがいても勝てねえ。おめえたちの勝ちだ。騎士、ようやく大王を信じさせられました。これで何十万人はなりそうですね。敵将討ち取ったり。その勢い誰にも止められますまい。騎士、力比べでわしらが負けるなんざありえねえ。もういっぺん勝負しやがれ。南中王よ、勝負はすでについています。何度戦っても我らに勝てぬことはあなたが一番よく分かったはずです。我らにとってこれ以上の争いは無益です。ここは手を取り合い、共に国を豊かにしませんか。なんだ、
攻めてきたと思ったらわしらと仲間になりたいだと。こっちは来るのもいい加減にしやがれ。私たちが南中を攻めたのはあなた方が義の還元に乗りショップを脅かしていたからだ。私たちは敵ではなく共に立つべき仲間。ご理解いただけませんか。チッ、負けは負けだ。ここはおめえらの言う通りにしてやる。ただし腹から信用したわけじゃねえからな。わしらの仲間って言うんなら二度と攻め込んでくるんじゃねえぞ。ご理解。みんな無事に南中を平定。諸葛亮、この後はどうする。皇庫の憂いは立ちました。これより義に攻め込みます。いよいよ始まるのですね。義のご方面作戦は食い止めることができました。ですがこちらが攻めるとなれば義も必死となりましょう。我らはそまた将兵皆戦う準備も覚悟もできております。龍勢様、いつでも号令をお出しください。ああ、その前に諸葛亮、趙雲、一つ聞かせてくれ。義と戦って我らは勝てるのだろうか。龍勢様、義は屈強な兵を揃えています。ですがそれは我らとて同じこと。この趙子龍の槍で必ずや諸君に勝利をもたらしましょう。勝たねばなりません。劉備殿や。趙雲の鮮やかな活躍により南中は平定された。皇庫の憂いがなくなった蜀はいよいよ北伐の準備を始める。長反郷では劉備の子の後、後の劉禅を100万の大軍から救出。その後も劉備を支え続けた英雄趙雲。北伐でもまた彼の力は必要とされていた。趙雲はその時に備えつつ時代の若者たちを鍛え上げる。今度は私が。兄上、負けちゃったみたいです。兄上も不甲斐ない。仕方あるまい、趙雲が強すぎるのだ。私が幼き後の頃からそれは変わらぬ。さあ次は龍禅様の番です。こういうところも変わらぬ。劉備殿の大志を皆で成し遂げるためです。さあ参りましょう。